今回はあるプロ野球選手の東京ミニキャンプに潜入しました。中日ドラゴンズ鈴木博志投手、2017年ドラフト1位で入団したマックス157キロ右腕。プロ入り後数年は苦しいシーズンを送っていましたが、昨年秋のフェニックスリーグキャンプで先発としてアピールに成功し、今季立浪監督も期待している選手の一人。勝負の6年目を迎えた鈴木投手の初投げの様子をお届けします。ちなみにオフの間、鈴木投手をサポートするのは近年プロ野球選手の指導で注目されている林トレーナー。若干こっちは食ってわからず引き出されて、まずは球速130キロ前半、スピン量も2100いかないくらい。ここから林トレーナーによるトレーニング指導、投げる力を高めていきます。じゃあ6、7割で今の感じ。これを見せ球にする感じで、ツーシームとカットとこっち系 でやっていく。めっちゃ意識すると今の感じのまっすぐ。そうそうそう、はい、じゃあより変化球が生きてくるっていう感じですね。はい、マジやつよ、あの感じですね。あのフォームでこれ。さらに投げる動きにつなげるトレーニングは続きます。というのも、実はもともと鈴木投手筋力が強くなかったとのことで、去年はまず筋力を増やし、今年はそれをさらに高めつつ、投げるスピードに変えていくように、さまざまな動きを取り入れるトレーニングに励んでいました。投げるたびにこう球使わってくる。どうしてない球使わってくる。ちょっとこれに慣れてきたら、あ、ここが合ってきました。
はい。どこ入ってます。シュートみたいな感じに行くかちょっと落ちながら行くか。ごめんなさい。鈴木投手といえばカットボールの印象がありますが、昨年秋結果を残せたのはこのツーシームでした。はい、と話題と思いますけど、実際どうでした。フォローがすごい一生で、はい、なんか追いつかないですよ。で曲がると思ってたまに曲がらない時もあるわけで。あ、そうです、はい、超厄介キャッチャーなんですか。まあキャッチャーの話ではあるんですけど、ツーシーム、ジャイバットのインコースに投げた。両方もう関係なく、まずまっすぐで嫌がってもらったら全然違うと思う。嫌がるっすよね、あれ。やりますかね。あれは自分の中でもやっぱすごい自信持つってない部分は部分があるんですよ。見てくださいよ、もう。ですか、ね、今年期待しております。中日ドラゴンズ鈴木博志投手、順調に自主トレに励んでいました。